前回の実用主義的コンテンツ講座5では、本居宣長から自暴自嘲用に至る近代文芸理論が規範からの独立を志向していたのに対し、20世紀以降は社会主義芸術運動やその残滓であるポリティカル、コレクトネスによって、むしろ規範が物語の中に復活していることを紹介しました。こうして人間が規範的に正しい物語との関係を切れないのであれば、よりマシな物語を選択するためには、環境による選別が必要になります。さて、ここでは、経済、規範、法、アーキテクチャといったシカゴ学派の環境分類にのっとり、私たちの生活との関係を紹介していきます。再三述べている通り、物語を消費することによって、人類は、ヒューリスティック、すぐに全体把握ができる経験的直感を磨くことができます。これが最もダイナミックな価値で、ダーウィンが言うように、デザイナーなしに発生した知性が、今では自らを文化によってデザインできる可塑性を有しています。しかし、実用主義と名乗るからには、もっと低い次元でも事例を紹介したいところです。今回は、物語と法の関係を紹介していきます。はじめに簡単な話から始めますが、日曜の18時から放送されている日本テレビの深層報道番記者という番組をご存知でしょうか？よくあるテレビの報道特集番組なのですが、最近よく見るようになりました。その理由は、報道として有益なのではなく、出演しているコメンテーターの質が低いので、真面目なニュースであればあるほどエンタメになってしまっているからです。近年は、テレビがメディアの中で占める地位が低下しており、当然これに合わせて出演する価値も低下しています。このため、もともと低かったテレビ、コメンテーターの底が抜けており、宣伝目的以上の知恵のない起業家や助教を准教授と偽って名を売ろうとする若手を次々に輩出しています。今日取り上げるのは、2023年の夏に、福岡県内の専門学校で、懇親会としてバーベキューをしている際、火力を強めようと消毒用アルコールを加え、激しく炎上したニュースです。一人が死亡、三人が火傷を負った痛ましい事件。人命が失われたことを悲しむとともに、世間知の衰退も悲しむべきところはありますが、庶民の法意識の観点で興味深い番組になっていました。というのも、その日のコメンテーターは、東大出身の YouTuber。曰く、行政がバーベキューの炭に消毒用アルコールを加えてはいけないなど、ガイドラインの策定が必要と、欧米、中でもアメリカでは、しばしば行き過ぎた放火が問題視されます。放火とは、日常生活や社会活動で生じる様々な問題について、社会が法律によって指示や規制をすることを言います。これは良い面、悪い面あり、良い面としては、その法の支配が及ぶ範囲では、法的な範囲に限り予見可能性があるので、不安定な結果を忌避して行動が萎縮されるといったことはありません。悪い面は、何でもかんでも訴訟に持ち込まれる社会や、何でもかんでも法が指示や規制をしなくてはならず、社会主義国家のように社会が硬直になってしまうことが挙げられます。東大出身の YouTuber が笑えるのは、統計的にはごくごく少数の事件が起こった際に、お上にさらなる放火を求めるので、何でもかんでも規制だらけ。日本は、役目がすでになくなっている法律が、議員や行政機関の都合で残され、しまいには何で作られたかも不明なものまで残されてしまっていますが、こうした考えの反映、在野の知識人に見えて、その実は上から褒められたいだけの子供なのでしょう。また、ここで重要なのは、議会による立法ではなく、行政によるガイドラインであることです。というのも、日本の問題は、法化社会ではなく、むしろ規範、物語社会だからです。法哲学者の井上達夫が、法という企てなどで指摘していますが、こうした東大 YouTuber のような甘ったれた行政への依存は、欧米のパターナリズムとは異なります。法化がされている欧米では、むしろ法化への抗議としてパターナリズムが議論になります。例えば、自殺や自傷、麻薬使用のように本人が後悔しても、自力ではなかなか更生が難しい行動を行政によって規制するものです。一般的に社会主義政策の行き過ぎとともに批判もなされてきました。あくまでも干渉するなという議論です。一方、日本のマターナリズムは干渉してくれという議論。何でもかんでも行政によるガイドライン、お上の指示を仰ぎます。これを井上達夫の造語でマターナリズムと呼びますが、なぜこれでやっていけているかというと、法の支配ではなく物語の支配。世間の規範で日常生活や社会活動で生じる様々な問題を処理しており、行政はこれを追認するものだからです。もちろん、法にも規範的な価値判断が含まれており、だからこそハーバーマスの法化論も生活世界の植民地化と述べていますし、それこそイスラム法などは究極の法化社会を目指すものなわけです。しかし、法には恒常性ハートがある一方、物語の支配下ではその場その場の物語次第。その物語は、
往々にして個人や集団の力関係を隠蔽しているだけなので、恒常性はありません。こうした現象は日本国憲法にも現れており、比較憲法学のマッケルウェイン、日本国憲法の普遍と特異によると、日本国憲法は、英文ワードだと5000ワードと圧倒的に短く、抽象的に書かれています。最多のインドが146,400ワードで短いとされる韓国も9000ワードほど、世界平均は21,000ワード。つまり、条文が少なく、抽象的なので、細かくは法律でこれを定めるとして、法律へ丸投げしています。しかし、法律といっても、十中八九は政府内閣による法案。議員立法は圧倒的なマイノリティです。これは、立憲主義としてなかなか異常なことをしており、イギリスのように、不分法の国はともかく、諸外国はわりと憲法で統治機構を細かく決めており、またこれが憲法改正を頻繁に行う理由になっています。要は日本の立憲主義とは、厳密に国民の権利や統治機構を定めたものではなく、お題目に近い存在になっています。なので、右も左も解釈改憲でどうとでもなると考えて、立法よりも活動、政府へのレントシーキングを重視しているのでしょう。自由や権利に基づく競争よりも、レントシーカーによる物語を重視するというのは、今の人の話をよく聞く岸田文雄路線がしっくりくるかもしれません。立法の政党、行政の官は、政党政治家で暮らしている日本人からすると一体に見えるかもしれませんが、実際は別。金子仁王、政官公房氏、政治主導を長年続けてきた安倍路線が得意、安倍晋三回顧録で、古い縁故主義を新しい資本主義と称してはばからないのは恥ずかしいものがありますが、官僚主導の岸田路線はむしろ先祖返りです。減税や規制緩和ではなく、外から見るとわけがわからない規制や補助金も中のメンバーに利益を振りまくことができるので、自分たちは人の話をよく聞くと今でも思っているでしょう。実用主義的コンテンツ講座7へ続く。